皆さんこんにちは、小場翔です。今日はですね、1週間ぐらい前にあったちょっとツイッターでの出来事についてお話をしてみたいと思います。この動画が出るですね、約1週間ぐらい前に、インフルエンサーの学さんという方がですね、とある募集をしていたんですね。その内容が、その学さんという方の、コンサルティング、売り上げを上げるためのコンサルをですね、してくれる人を、ゆるぼっていうふうに書いてあったんですけれども、募集をされていると。で、その内容がですね、1時間で、20万円ぐらい払うみたいなね、そういう内容だったので、僕的には結構ね、これ面白い仕事だなと思って、僕自身は応募してないですけれども、ちょっと注目をさせていただきました。学さんという方はですね、知らない方もいると思うんですけれども、普段ですね、ビジネス系の、YouTube 動画とか、あとはスキルアップ、キャリアチェンジ、そういったことを、テーマにされていて、あとは、Twitter 以外でもですね、ブログとかをかなりやられていて、もともと、ブロガー出身の方なのかな？そんなイメージです。僕はね、ちょっと、詳しくないんですけれども、プログラミングとか多分そういうことをね、扱っているということを、聞いたことがある方です。学さん自身がね、どうこうというよりはですね、その仕事自体がちょっと深いなというふうに思ったんで、今回テーマとして取り上げているわけですけれども、やっぱりですね、1時間20万円の、コンサルティングね、募集しますよっていうと、相手がね、やっぱり結構有名な、学さんってかなりね、数字を持っている方なので、基本的にはですね、あんまりこう、うぞうむぞうがね、こう、寄ってたかってってことにならないと思うんですけれども、やっぱり世の中ですね、こう、単価のいい仕事ってなるとですね、やっぱりみんなこう、やりたいな、ね、自分もやってみたいなっていうふうに思う方多いと思います。ただ普通に考えるとですね、僕もそうですけれども、どんなに単価のいい仕事をいただいたとしても、1時間でですね、5万円10万円っていうのが、かなり限度なんじゃないかなというふうには思います。正直1時間10万円の仕事を僕やったことあるかって言われたらないですね。厳密に1時間10万円ではないです。いろいろあってね、登場するのは1時間だけども、その前後にいろんな準備が必要でっていう仕事がやっぱり多いですね。なのでやっぱりこう単純に1時間作業をして、いくらもらえるかっていうと、やっぱりせいぜいですね、1万円とか、2万円もらえるかな、それぐらいが基本的な限界値だと思います。それこそお医者さんとか弁護士とか、その他特殊な技能を持ってる人じゃないと、時給1万円2万円の壁を突破していくっていうのは、かなり難しいと思いますし、僕もそうですけど、特別資格を持ってないような人間ってなったら、どんなに頑張ってもやっぱり1時間1万円ぐらいの時給っていうのが1個の目安にはなってくると思うんですね。で、そういうとこと比べてやっぱり20万円って言われるとすごい高いですから、やっぱり注目したくなってしまうと思うんですけども、僕はねこの仕事結構ね深いなというふうに思ってます。というのは、コンサルティング出身のね、僕としてはですね、その仕事というのが見えたようなそのパッと見のね、その素晴らしさよりも意外とね、その裏にね大変さが隠れていると思うわけです。もちろん僕は基本的にやっていたのは大企業向けのコンサルティングね、そういったことをやっている会社に所属をしていたので、個人のね、こう、インフルエンサー向けのコンサルティングとか、小さい、こう、中小企業向けのってことは、そんなにたくさんやったことはないんですけれども、ただね、やっぱりコンサルティングの基本を考えると、1時間20万円っていうのは結構これ難しいです。これどういうことかっていうと、基本的に、コンサルをするときっていうのは、情報をこちらから相手に伝えて、それでお金をもらうわけですね。それは当たり前なんですけれども、で、相手になるべく、納得をしてもらわないといけないわけです。一方的に、こっちから、こうこうこうで、こうだから、はい、こうした方がいいですよ、終わりっていうわけには、いかないんです。もちろん世の中には、そういう風になってしまうプロジェクトとか、そういう風にしかできないコンサルタントもいるかもしれませんけれども、基本的には相手に納得をしてもらうところも、こちらの仕事の一部なんですね。そうすると、どういう風にするかというと、原則ですよ。まずは仕事が始まったら、お客さんの情報を収集します。もちろんね、自分たちが詳しい業界かもしれないけども、やっぱりお客さんの情報はお客さんが一番持っているので、そういうところからまずいろんな情報をもらうわけですね。場合によってはデータをいただいたり、場合によってはインタビューをさせていただいたり、そういうことを通じてお客さんを知るわけです。さらに、第三者というか、外部のね情報を組み合わせて調べてくるわけですよ。その中で、情報をただ組み合わせるわけじゃないんだけれども、情報をミックスしたりとか分析したりして、じゃあ今度こういうことが言えるんじゃないかみたいなことを導いていくわけですね。なんかイメージで言うと、最初に数学で言ったらね、前提条件とか、なんかこう底辺の長さとか高さとかね、そういったものをこう集めてきて、でその後、計算をするわけですね。で出た結果を伝えるみたいな、そんなイメージなわけです。で
話を戻して、1時間20万円のお仕事なんですけど、まあ、これ非常に難しくて、これどういうことかというと、1時間で20万円分の価値を出さなければいけないということでもあるわけですね。これが例えばですね、まあ、コンサルティングの時間が10時間、そして20万円の仕事であれば、僕は断然楽だなというふうに感じます。どういうことかというと、1時間20万円というのは、確かにその仕事をする側、まあ、あえてこちら側というふうに言いますけれども、まあ、こちら側も1時間で済むというふうに考えがちなんですが、逆でお客さんの時間を1時間しか奪えないということでもあるわけですね。で、さっき言ったように、まあ、最初仕事を始めるとなったら、お客さんの情報をいただいたり、もしくは外部の情報を得たりね。で、もちろんその後分析するんだけど、まあ、情報を1回もらったら終わりっていうことはなくてね、例えばここの情報に関してはお客さんはどういう認識を持っているのか、お客さんが持っている仮説は何なのか、もしくはこう過去にどんな事例があったかとか、まあ、そういったことをお客さんからやっぱり逐次ですね、情報をいただいていくわけです。もちろんプロジェクトによっては、まあ、かなり、ね、忙しくてそういうことがたくさんできない仕事もありますけど、99% の仕事はですね、やっぱりお客さんから継続的に情報をもらいながら、まあ、仕事を進めていくということになるわけです。で、その時、1時間20万円でお願いします。まあ、もちろんね、その学さんという方がどういう意図でそれを言ったのかわからないけれども、本当に1時間しかお客さんの時間を奪えず、かつね、その間に20万円分の、仕事のね、価値を提供しなければいけないとなった場合、これはね、かなり大変なわけですよ。まあまあ、事前にね、そのお客さん側からデータをもらうこともまあできるかもしれませんが、まあ直接コミュニケーションする時間が1時間なので、原則自分は、相手から情報をもらって、その間に分析とか、まあいろいろ考えたりして、で、最終的に1時間で20万円の価値がある、まあ、話し合いをしなければいけないというわけなんですよ。で、当たり前なんですけど、1時間ね、一発勝負で、まあ、そのお客さんが納得して、ああいい話だなっていうふうに思ってくれるとはこれ限らないわけですよね。そうすると、まあ、1時間20万円というふうに言われているけれども、まあ、その下交渉というかね、まあ、ネゴシエーションの時点で、まあ、最終的に1時間20万円の、まあ、プレゼン会というか、相談会というか、打ち合わせ会をやるけれども、それ以前に、例えば情報提供の時間であるとか、かつですね、例えば情報をもらった後、こちらから確認のね、まあ、チャットとかメールのやり取りはさせてくださいとか、まあ、そういう、こう、なんていうかな、前提となる、こう、レンガの積み上げですよね。1時間20万円っていうのはあくまでこう積み上げたものの、この一番上の頂点ですよね。ここだけを切り取ると1時間20万円になるので、このベースを積み上げる部分のこともきちんと考えた上で、お客さんから多少ね、負担をしてもらうとか協力をしてもらうということを前提に、やっぱ提案をしていかないと、この仕事は、まあ、僕はうまくいかないと思います。まあ、もちろんね、そのインフルエンサーの中でも、まあ、プロみたいな人もいるわけじゃないですか。もう登録者100万人とか何百万人とか抱えていてね、まあもうその人の言った一言が周りに影響を与えるみたいな人も、まあいるわけですよ。まあそういう方のね、レベルになってしまえば、単純に拘束時間の単価がね、まあ10万円、20万円、まあそれ以上ね、100万円、200万円って方もいらっしゃるので、まあそういう方のイメージであればね、まあさっと1時間話で済むけど、やっぱり僕らみたいな一般人からすると、まあ自分の単価が20万円ということはないんで、そうするとやっぱりこうベースとなるね、1時間20万円だけじゃない、そのベースとなるところにきちんと気を払わないと、まあ、ちょっと変なことになっちゃうかなというふうに感じた次第です。まあやっぱりね、高単価な仕事っていうのはやっぱりこう、僕もそうですけど、いいなって思うわけですよ。僕自身も、あんまり最近は自分の時給はあんまりこう計算しないけれども、でもやっぱりこう、社員とかね、アルバイトの方が、今どんな仕事をしてて、まあその付加価値がいくらだから、まあ今ね、この方々の給料というのが、まあちゃんと財産取れてるよなっていうのをやっぱ確認していかないといけないわけですよね。でまあそうなると、やっぱりこう、単価が高ければ高いほど、まあなんかこう嬉しくなるというか、なんか儲かるような気分になるんだけれども、ただやっぱそうではなくて、その裏側にもですね、仕込みが必要であったりとかもするのでね、まあ、よくあるじゃないですかね、塾の家庭教師のアルバイトとかで1時間2000円と思ってやったって言ったら、なんか前後30分なんかこう別の作業をやらされて結局時給1000円でしたみたいなね、そんな笑い話じゃないけれども、まあそういうのもあるんで、結構ねそういった案件は気をつけた方がいいかなと。気をつけるというのは、別にその募集する側も騙して募集してるんじゃなくて、単純に1時間20万円としか捉えられないような人ときちんとそれを捉
捉えられている人を分けたいんだろうなっていうふうに感じます。うん、要はあのクライアントの時間を1時間しか出しません、それで20万円で何とか言ってくださいの時に、まあ、僕が今言ったようなこととか、まあ、あとは多分他にもね、いろいろ注意点はあると思うんだけど、そういうことに気づいて応募してくる人と、気づかず単純に1時間20万円よろしくお願いしますみたいな人とを分けるですね、その1個の、まあ、目安として、うん、使ってらっしゃるんだろうなっていうような感じはしました。まあね、実際こうどんな、うん、意図があって募集されているのか僕は分からないので、僕が言ってることがもしかしたらまあご本人からすると的外れかなっていうふうには思うかもしれませんが、まあただ一応ね、高単価でっていう仕事って結構あるんで、まあそこに全部こう通じるような話が今日できたのかなというふうに思っております。まあ、これからもですね、いろんな動画出していきますので、リクエストがありましたらコメント欄にお願いいたします。あとは、ね、メインチャンネルキャストダイス TV もやっております。毎日投稿でですね、大学受験とか就職活動についての動画を出しておりますので、概要欄から飛んでいただいて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはね、冒頭にも言ったんですけど、僕ツイッターをやっておりまして、まあツイッターのねアカウントの URL も概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。